お歌ってさせてください。
Thank you.
が気になる休憩中にちょっと余興みたいな感じでやらせてくれと、私ギターを買って、今年で2年目なんですけども、そうすると人前でやりたくなるのが人情でして、そしてそんな熱い思いを田中君に語って、後輩のね、風が吹いたんですよ、先輩風を吹かしたんですよ。じゃあ最後の曲を。
コールチックな拍手ありがとうございます。ただね、我々急成長を遂げまして、始めた時には落ち曲が1曲だったんですけども、今や4倍に膨れ上がりまして、まあ今やったのがその全てでいいわけです。ありがとうございました。